厳しいコンディションの中無敗継続。はいどうも、ふるよばです。今回はですね、明治安田生命 J1 リーグ第25節サンフレッチェ広島対川崎フロンターレの試合を振り返りたいと思います。はい、まあ非常に、雨も強く風も非常にね強い状態で行われた試合でしたけど、まあ結果は1対1で引き分けでした。はい、すいません、引き分けでした。まあゲーム内容に関しては正直前半はもうひどかったとしか言いようがないぐらい、ビルドアップもできず、まあ、シュートも全然打てなかった状態で、まあもう今シーズン、まあ、リーグ戦で言うとワーストのゲームをしたんじゃないかなと思います。あれだけやっぱフロンターレがね、つなげないっていうかもう動き出しもない状態で、なのでパスコースももう一つかもうむしろなかった時とかもある状態で、それでも無理やりねやっぱりつなごうとするとああいう感じになる。まあ、もちろん鬼木監督は日程を言い訳しないと言っていますけど、やはりこの試合に関してはにそのね、まあ、僕らはやっぱりね、まあ、ある意味外野なのでチームの中じゃないのでまあ言いますけど、やはり中2日のフロンターレ、まあ、しかもアウェー続いてる状態で、で広島は1週間空いてるということで、まあ、コンディションの差は明らかに前半は特に感じたかなと思います。で、まあ、畑選手はね特に ACL やってオリンピックやってまたリーグ戦っていうね、もうほぼ休みなしの状態でやっているので、やっぱ前半はねちょっとね厳しかったかなと、まあ、キープもできませんでしたし、トラップもちょっとずれたりして、まあ三笘選手のあのお別れ配信の時に、まあ、VTR で出てましたけど、あとは俺に任せてチームのことは心配するなと言ってて、まあ、それは本当に頼もしかったし、ただそれが逆にちょっと気負いになってるかなというのは正直ちょっと思っちゃいましたね。まあ、試合終わった後もねやっぱり泣いちゃってたので、まあ、本当悔しかったなと思うし、やっぱ姿見ると本当にすごく心強いし頼もしいなと思いますけど、他の選手たちが本当やっぱちょっと不甲斐ないなと、特に前半はね、まあやっぱりオリンピック期間はね、まあ、試合はなかったわけで休めてたと思うし、まあ、まだやっぱ連戦の3試合目なので、そこまでまだ疲れる、まあもちろん外野の僕が言ってるだけですけど、疲れを見せちゃまだいけない時期かなとは思うので、まあそんな中でまああの前半をしてしまって、まあ特に期待してるから言うんですけど、長谷川選手、長谷川達也選手に関しては、やっぱね、仕掛けてほしいところでね、縦に仕掛けて、仕掛けられないという、仕掛けられないのか、そういう判断しないのか、わからないんですけど、やっぱカウンターでも、あのまま行けばっていうシーン、ありましたけど、やっぱそこでやっぱりちょっと寝止まって後ろ向いちゃうっていう、それで広島選手たちがねやっぱ戻っちゃうので、
っぱそこら辺をちょっと意識変えないと今後はやっぱかなり厳しいかなと思いましたね、やっぱり。うん、まあ、そこ本当にやっぱできる選手だから、長谷川選手はやっぱ縦に仕掛けられる選手なんで、本来はね、まあいろんな、チームの状況で個人の立ち位置、今いる今ね置かれてる状態とかいろいろ考えて、まあ、逆に考えすぎちゃってるのかなっていうぐらい、ちょっとボールを大事にしすぎてるのがちょっと気になりますね。やっぱゴールに向かってほしい。逆にやっぱ後半変わってたね、宮城選手はやっぱどんどん仕掛けてやっぱゴールに向かってドリブルするので、相手からしたら非常に怖いと思うんですよね。うん、ちょっと隙見せればシュートも飛んでくるし、そういうところやっぱあのポジションはちょっとね、必要な、今のフロンターレにとって必要な要素なので、そこをやっぱりちょっともっと思いっきりやってほしいし、ミスってもね、やっぱどんどん仕掛けてほしいんですよね。そういう長谷川選手みたいなので、なので、まあ、今後も期待してますけど、ちょっとこの試合の前半はひどすぎたので、はい、まあ、チーム全体ですけど、前半に関しては、やっぱ中盤も全然動かなかったので、やっぱシミッチ選手がかなり困って、で結局取られてカウンターっていうの結構あったんでね。で脇坂選手と旗手選手もなかなか受けられず、やっぱパスコースないと本当にもうカウンターの餌食になっちゃうんでね、パスコースがいくつもないと絞られちゃうと、もうそこ奪われて結構カウンター食らって、失点してもおかしくないシーン多かったし、まあ、失点シーンに関してはもう左サイド、まあ、上里選手あそこちょっと軽かったかなと思います。やっぱあそこやっぱ一発で抜かれちゃね、一発でかわされちゃもうどうしようもないので、あそこは本当上里選手の責任だと思いますし、やっぱあそこの失点、まあ谷口選手が欠場したっていうのもでかかったかなと思いますけどね。やっぱりこういうねチームの状況でリーダーシップ一番取れるキャプテンが、やっぱ天皇杯でね負傷して、まあ、どれぐらいの長さになるかわからないですけど、離脱したっていうのはかなり正直後ろにとっては痛かったと思いますし、まあ、ただよく1点でしのいだかなというくらいの前半だったと思います、はい。でまあ、後半入って、まあ、さっき言った通り長谷川選手に代わって宮城選手が入って、これでかなりちょっと、攻撃の色は変わったかなと。まあ当然ハーフタイム鬼さんの雷が落ちたんじゃないかなと思いますんで、はい、かなり動きも変わりましたし、動き出しもかなり出て、ボールをもらう動きやったり裏への飛び出しの動きやったり、やっぱ出てきたことで広島の選手たちがやっぱどんどんラインを下げざるを得なくなって、でどんどんやっぱフロンターレのペースになっていって、テンポも上がっていってね、やっぱようやく普通のいつものフロンターレに戻った状態で後半は進められて、でまあ 0-1 で進んでましたけど、まあ、そこでまたシミッチ選手に変えて立花選手をアンカーに据えて、脇坂選手に代わって遠野選手入れて、これで、かなり前に重圧かけられるようになったし、でなおかつ、立花選手のねあのサイドチェンジもう素晴らしかったですね。サイドチェンジから旗手選手が右サイド、まあ、持ち込んで、まあ、クロスなのかな、左足のクロスっぽいシュートっぽい感じでしたけど、まあ、クロス上げて、まあ、ダミアン選手が押し込んで同点と。やっぱあれは立花選手素晴らしかったし、旗手選手の動き出しも本当に素晴らしかった。でボールを持っ
で中に入っていく状況も本当にやっぱり広島にとってかなり怖いプレーで、で最後はやっぱりダミアンが決めきると、うん、やっぱあれだけやっぱゴールに向かうプレーがね出ればやっぱフロンターレ得点取れるので、やっぱどんどん前半が本当にもったいなかったので、やっぱ愛し合いしちゃいけないんだなっていうのを改めて見て思いましたね、うん、でまあ立花選手がアンカーであれだけやっぱりできるとやっぱチームとしては非常に助かるし、幅が広がるので本当に良かったんじゃないかなと思いますし、まあこれで清水選手、谷口選手、立花選手と、うん、3人アンカーがまあそつなくこなせる選手たちができましたんで、まあ一旦松川選手がね欠場している状況でいろいろと試した結果それができるようになったので良かったんじゃないかなと思います。はい、次はねやっぱ水曜日、今度はやっぱ福岡行かなきゃいけないので中3日で、でそれでまた中2日で札幌のデーゲームっていうことなんでね、もう本当にスケジュール的にはかなりきついんですけど、まあ、なんとかね乗り越えてもらって、まあほんとここまでやっぱ昨シーズンのチームから比べて、まあ、中村健吾選手が引退して森田選手が旅立って、でその穴を埋めてたのが、まあ大島亮太選手も、ね、今シーズンは出てないのでほぼほぼやっぱその穴を埋めてたのがやっぱり田中碧選手なんですよね、ここまで、うん、だからそこの田中碧選手が抜けて、で中盤はやっぱ4人昨シーズンから変わってることになるので、やっぱそれを踏まえると本当によくやってるなと、やっぱ川崎の生命線は中盤なので主力4人が抜けた状態でよくやってるなという本当に感じるし、でこの試合に関してはセンターバックの谷口選手も欠場している、うん、で当然ね左サイドハーフの三笘選手も旅立ったので、いやーもう本来ねやっぱりあの内容をしたらいけないと思うんですけど、やっぱそこを考えるとこの過密日程の中でやっぱよく戦ってるなというのは本当に感じるので、うん、やっぱ僕らは本当現地には行けないんでね、やっぱ画面を通してですけど応援して、まあ、当然 SNS とかもねあるので、そう、まあ、多くの方が応援してると思いますけど、ここのね一番厳しい状況みんなで乗り越えましょう、うん、それしかないんでね、まあ、マリノスどうこうとか言うんじゃなくて、やっぱもう僕たちはフロンターレにねやっぱベクトル向けなきゃいけないので、やっぱどれだけこれからは勝ちきれるかだと思うんで、はい、本当に選手たち頑張ってると思いますけど、ここは耐え抜いて、うん、乗り切ってほしいなと思います。はい、ということで、まあ、今回はちょっとまあまあ負けてないんで、はい、負けてないので、まあちょっと厳しめの話になっちゃいましたけど、負けてないのでやっぱそこは本当にすごいと思うし、公式戦30戦無敗、まあ、リーグ開幕25試合無敗と素晴らしい成績を残しているだけにね、本当ここから正念場が続くと思いますけど、はい、ぜひ応援していきましょうということで今回は以上になります。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。